阪神淡路大震災の犠牲者を追悼する慰霊と復興のモニュメントに、震災のおよそ1年後に亡くなった男性の銘板が追加されることになり、今日男性の遺族が会見を開き、震災の記憶を祖父の名前で残したいと語りました。慰霊と復興のモニュメントに新たに名前が刻まれるのは、神戸大学名誉教授の多田英治さんです。今日は多田さんの孫で切り絵作家の富澤佳代乃さんが会見を開きました。慰霊と復興のモニュメントは、阪神淡路大震災の教訓を後世に伝えようと2000年1月に建てられたもので、震災で犠牲になった人のほか、復興に貢献した人などの名前が刻まれています。震災前から心臓疾患があった多田さんは、神戸市東灘区の自宅で被災。その後、宝塚市の病院に入院し、震災からおよそ1年後、神戸に戻ることなく、大動脈瘤破裂で亡くなりました。歴史になるっていうことは、ある意味、生々しさが消えていくんですよね。やっぱり辛かった、悲しかった、あの時の寒さとか、そういうことを具体的に語れる人がどんどん減っていって、して、やはりそういうことはもう記録として残っていく、その節目に差し掛かってるんではないかなと。30年目っていうのは、その生々しさを残す、この最後の節目で祖父の名前を刻みたいと思ったのは大きいです。名板には多田さんを含めて新たに21人の名前が追加されることが決まっていて、政治学者の伊與部誠さんらの名前も刻まれます。名板の追加式典は今月14日に神戸市中央区の東遊園地で営まれます。